こんにちは。ジムに行ってきて、でこれから自分のあれですね、セレナアカデミーのオンライントレーニングがあるので、それに向けて家に帰ってという感じで準備するという感じです。残りも僕らは1試合で、正直上にも下にも可能性はないし、昨日の、負荷が低かったので、これ午前中に筋トレの方もしてきました。もうほんとあと1試合で試合が終わるとか関係ないから、体のところはずっと継続だから、必ずね、ウエイトのところはもう1回ねやらなきゃいけないし、なおさらまた、オフシーズンに入ればちょっと重いもん持っても全然問題ないから、まあでも今はね、しっかり次の試合に向けて、ラスト1試合に向けてもう準備を重ねるだけだと思う。状況がどうであれ最後までやるっていうのはすごく日本人とかにとってはポジティブなもんだと思うし、まあ、それが僕の長所なのか分かんないけど、まあ、最後までやる行きます。まあ、ウエイターのところで、まあ、前も話したかもしれないんだけど、肩はちょっとまあ外れやすいから、だからしっかりとそこはまあワークアウト入れないといけないんだけど、まあ、走ることにおいて下半身とかお尻周りとかハムストリングみたいなのすごく大事なんだけど、そこであんまり重いもの持つと、俺はちょっと試合前とかはやっぱ筋肉すぐ出ちゃうから、出やすいから、するとやっぱ影響出るよ。でバットとかは必ず入れなきゃいけないことだからね、練習前とかそういうところに入れて、練習に向かうという感じでにはしてます。まあ、スクワットはすごく大事な作業なので必ず入れるようにはしてます。まあ、ですけどスペインもだいぶ暖かくなってきて、今僕も半袖で、少し来ますけど、どんどん暖かくなってきてという感じで、なんかいいですね。僕は暑いのは嫌いだけど、でも日本みたいなこの湿気がジュワーっていうのはあんまりスペインとか、まあヨーロッパではあんま感じないから、日本の夏よりはそんな厳しくないなという印象はあります。これから自分のトレーニングもありますし、セルのオンライントレーニングもあるので、ゆっくりとそこにフォーカスして頑張りたいと思います。まあそんな感じで今日の一言に決めたいと思います。ではまた。